司法書士試験合格後今後のスケジュールについて皆さんこんにちはレック,セニック講師の根本でですす合格おめでとうございますここでは今後のスケジュールをざっくり紹介していこうと思いますざっくりした流れはこんな感じになります筆記試験合格発表そして25日に講じ試験 そして来月の12日には最終合格発表があります。その間にいろんなイベントがあります。間のところでは合格報告会。我々レック講師陣が皆さん待っております。また、講述模試。これを受ける。また、ズームなどで指導を受ける。ということもできます。これで講述試験を受けると。 そして最後、発表がある。その後に、関西講座の研修のための勉強を始めていくという感じになります。ちょっと細かく、講述試験までの流れを。この講述試験のために、口述ブレイクスルーなので学習をする。口述もし、 等をやる。会場に来る。もしくは、ズームなどで、口実を体験する。そこで、落ちた知識を戻していく。口実用の対策をしていきながら、最後、受験をすると。勉強をする、模試を受ける、受験をする。という感じです。この勉強、結構大忙しで回すことになります。まず、実際の本試験問題、見てやってください。そうすると、 どこまで深い範囲を出してくるかというのはわかります普段皆さんがやっている東京の勉強とはちょっと違ってきますぜひ過去問に当たってから知識のやり直しをしてくださいではその後講述試験後はどうするんだろうというところなんですがここに関しては10月16日に ガイダンスを行います実務家の荒川先生から今後の動き就職いろんなものについての話があります。ぜひこちらを聞いて今後の動きの流れイメージを持つようにしてください。そして先ほども言いましたが合格報告会が行われます。 地区ごとに品位置が異なっておりますまた予約が必要な場合もありますぜひお近くの本校にお問い合わせください私の方は関西の方にも伺いますぜひ関西のご学者の方いらしてくださいまたこちらですがえっ、ー、とこちら本校にはいけないちょっと遠いよという方 あの電話でも報告を待っております私の場合だとレック渋谷駅前本校にいることが多いです月曜、水曜、金曜だと捕まりやすいと思いますお待ちしておりますそしてお願いがあります体験記を書いてください この体験記一人一人受かり方が違う受かったコツ悩んだ点違うと思うんですその体験記がこの後の受験生にとって絶対役に立つんです恥ずかしいいろんな意見があるのわかりますでもそれが次の受験生のためになるとと思ってくださいそしてプラス体験記書いた方のねものを見ると私ずっと覚えてられるんです まあ、ぜひね、ちょっと根元に覚えてもらおう。まあ、その気持ちがちょっとでもあれば、ぜひ体験記の方も書いてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。後日、休まないように注意してくださいね。